株が上がると投資家が増える、株価が暴落投資が消える、その繰り返しの米国株、ただ初心者が損する。売らないこと損出さないこと、狼狽せぬこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな投資、それが一番大事。「投資は外国に売るよりフジテレビ外資違反はありえねえ」「101回目のプロポーズ武田鉄矢いい味出てた」日本の会社が売却中、厚生労働省は送別会、陳謝の連続に日本株は期待薄、ここに投資は日本株がダメなのじゃなくて米国株に勝てないと思うことが寂しい、oh、でも株価上がる投資家が増える、株価が暴落投資が消える、ダメになりそう日本株、米国株が儲かる。でも売らないこと損出さないこと、狼狽せぬこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな投資、それが一番大事。イエーイ、サンキュー。皆さんこんにちは、花子です。今日はこのご質問にお答えしようと思います。花子さん、今度初心者に必要な投資信託と ETF の情報を動画にしてもらえませんか？楽しみにしています。いろいろありすぎてよくわからないのです。なるほど。この動画のコメントでしたが、おそらく日本の証券会社で買える VOO や999に似たものということですかね。私はアメリカのフィデリティを使ってるんですが、私がしている会計オンラインクラスで初心者の方に教えることができるように楽天に口座を開きました。楽天証券の口座を開いて、とりあえず個別株と投資信託を買いました。私はアメリカ国籍なので、楽天証券で口座を開いてもアメリカの株は買えない設定になっていて、楽天証券でも売ってるアップルやアマゾンが買えません。もちろん自分がメインで使ってるアメリカのフィデリティ証券では買うことができます。ということで、私が2ヶ月前に初めて楽天証券で買った日本の株はこちらです。個別株はサムコー100株、その他は投資信託のアイフリー S&P500 インデックス、アイフリーネクストナスダック次世代50というものです。サムコは100株ですが25万円ぐらいだったので買いましたが、2ヶ月で65,000円増えてます。個別株は高いと言ってもアマゾン株なんかは1株$3,300、つまり35万円ぐらいします。でもアメリカの場合は金額で買えるので、アマゾン株も$10、つまり1,000円ぐらいから手数料無料で買えます。ちょっとややこしいんですが、日本ではアメリカの個別株は1株から買えますが、金額で1,000円からというようにアメリカの証券会社のようには買えません。でも投資信託だと1万円などから Amazon や Apple が混ざった S&P500 や NASDAQ 連動投資信託などが買えますよね。私の場合、日本の証券会社はオンラインクラスで質問があった時のために買っているので、スタンダードで初心者には優しい楽天証券で買っています。でも最近の楽天証券の中国のテンセント出資には頭に来ているんですが、もうこうなったら仕方ないです。外国人にとって一番審査が通りやすいクレジットカードは楽天なので、私はクレジットカードも楽天です。あとは自分の銀行口座の確認は毎日して、盗まれていないかなど確認するしかないですよね。でもアメリカでもそうでした。アメリカでの銀行は大手のバンクオブアメリカですが、情報漏洩したから新しいカードを送りますという手紙が来たり、実際銀行の口座を悪用されたことがない人の方が珍しかったように思います。クレジットカードの場合、悪用されたら銀行がお金を返してくれるので、とにかく毎日銀行の口座を確認しておけばひどいことにはなりません。日本でも情報漏洩はもう止めることができないと思いますので、皆さんも自分の銀行口座はちょくちょく確認して自分のことを守るようにしましょう。日本株は100株からしか買えないのですが、アメリカの個別株は日本でも1株から買えます。そう言うと、日本株でも1株から買えるところありますよとよく言われますが、それは知っています。1株から買える会社はソフトバンク系が多くて、中国系が関連してくるんですよね。例えばこういう証券会社で日本の株を1株から買えますが、中国絡んでそうなとこ多いんですよね。SBI 証券、ソフトバンクの金融部門でした。PayPay 証券、こちらは旧ワンタップバイ、ソフトバンク子会社。LINE 証券は韓国の会社ネイバーの子会社。マネックス証券は松本 CEO とソニーが共同出資、シティバンク傘下の日光コーディアルグループと合併、静岡銀行 26% 株主。孫さんばっかりですよね。マネックスは違うか。いろいろと初心者に使い勝手がいいのは、1株で買えない楽天証券のようですが、もう楽天も中国のテンセントが出資しますからね。ということで、自分の銀行口座をちゃんとチェックしていれば、とりあえず大丈夫。というか仕方ないですよね。話は戻りますが、こちらの質問ですが、じゃあ初心者にとって使いやすい楽天証券を調べてみましょう。これは案件ではありません。自分が口座を持っているだけです。もう前回の動画は見ていただいたものとして説明しますが、個別株が一番リスクが高いというのを理解されて勉強する時間がない、もしくは初めのうちは ETF か投資信託にしようと思われているか、私が個別株は 30% ぐらいにして、あとは ETF か投資信託がいいとお話しした上で、投資信託と ETF を考えてほしい、投資信託と ETF を教えてほしいとおっしゃっているのかなと思います。もう一度その違いについて説明すると、個別株は一つの会社の株。投資信託は投資家から集めたお金を運用のプロが株式や債券、リートなどに投資運用し、その運用成績が投資家に還元される仕組みの金融商品。ETF、エクスチェンジ・トレーディット・ファンズの略称で、日経平均株価や金価格など特定の指標への連動を目指すように運用される上場投資信託です。ということなんですが、投資信託と ETF の大きな違いは、ETF は個別株と同じように市場が空いている間は株価が動くのですが、投資信託は1日1回しか金額が変わらないので売買しにくいという点です。あとは ETF が分配金を払うのと違って、投資信託はそれをまた投資に加えていって複利で儲けられるので、つまり分配金をまた投資に回すということですが、財産形成のためなら投資信託でいいと思います。投資信託でもアメリカのダウ、ナスダック、S&P500 などの株価指数に連動したものなら分かりやすいので、お金を何回も動かす予定でないのならやはり投資信託がいいと思います。あとは積立 NISA は日本の投資信託だと選べるなどあるので、その点でも投資信託の方が選びやすいかなと思います。でも投資信託もいろいろあるので、ダウ、ナスダック、S&P500 連動でないものだと自分で理解できずに運用のプロ、つまりファンドマネージャーに任せっきりということになるので、指標じゃないものを選ぶなら目論見書をちゃんと読んで内容を理解すべきだと思います。アメリカのダウ、ナスダック、S&P500 についての説明はもう何度もしているので、前回の動画を見てもらうか、初心者さんいらっしゃい再生リストがあるので、そちらを合わせてみてください。一番大事なことは他人任せにせず、自分で内容を理解するということです。まずは楽天証券でどれが S&P500 連動、どれがナスダック連動かちょっと見てみましょう。とりあえずどれが人気なのか調べてみましょう。上にあるタブの投資信託トップをクリックしてみます。そのページの下の方に行くと投資信託のランキングが出ます。だいたい15,000円ぐらいで買えますね。一番人気があるのは EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 で、私も試しに買っているやつです。でも後見ると全世界とか先進国が多いですが、私はそれはあまり好きじゃないです。私はアメリカが今のところ一番市場としてはいいという結論で、高校生でもわかる米国株チャンネルをしているので、全世界とか先進国はなしです。全世界や先進国などだと、例えて言うと詰め合わせチョコレートみたいなもんで、好きじゃない国と好きな国が混ざるから嫌だからです。アメリカ以外の他の国を買うなら、また個別で好きな国の株だけを買います。ということで、この中で OK なのは、1番の EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 が S&P500 連動の VOO に似たものということになります。次にナスダック連動を探してみましょう。これが典型的なものかなと思います。アイフリーネクストナスダック100インデックス運用方針主としてナスダック100インデックスマザーファンドを通じて米国の株式、予託証券を含むに投資し、ナスダック100指数円ベースの動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。同指数を構成する銘柄に投資する。米国株式の指数と連動を目指す ETF に投資する場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。でも自分でちゃんと目論見書を読んでくださいね。この赤枠でくくったところに目論見書、運用報告書などあるので、そちらで確認できます。他にもいろいろ確かにありますが、積立 NISA と北米をチェックすると、一番下が先ほど進めた S&P500 連動ですが、その他ブル3倍やレバレッジなどつくものがありますが、ブル3倍は指標などの3倍を目指したもの、レバレッジも何倍かに連動させたものなどなので、初心者にはおすすめしません。まず一番簡単なのは EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 ですね。とにかくダウ、ナスダック、S&P500 の違いさえ分かっていれば、あとは目論見書を見れば理解できます。あと、積立 NISA とか複利とか考えずにいろいろ買ったり売ったりしてみたい人は、日本でも買える VOO999 を買うといいと思います。適当に決めるのだけはやめましょう。ということで、その他詳しいことは、初心者さんいらっしゃい再生リストを見てくださいね。そこでダウ、ナスダック、S&P500 の違いを説明して、さらに個別株再生リストでは一つ一つの個別株について説明しています。また、会計オンラインクラスに興味のある方は www.financewithhanako.com まで。それでは、さようなら。